全組代表山本太郎と申します。皆さんから質問をいただきます。でその質問の内容に関しては経済に限ったことじゃなくて結構です。あなたの興味でいい。こんなこと喋ったら恥かくんじゃないかな、世の中のこと分かってないって笑われるんじゃないかなって思わないでください。世の中のことも分かってないようなおっさんたちがあぐらをかき続けているのが国会という場所です。あんな恥さらしが山ほどいる場所で政治のことを分かったようなつもりで居続けてるんですから、何の心配もない。間違っててもいいじゃないですか。マイク通して意見言ってくださいよ。間違えたと気づいた時に方向転換をしていけばいいんです。まずはこの国のオーナーとして、この国の経営、さまざまなことに口出しをしていこうという空気を全国的に広げていかないと世の中は変わっていきません。それではルール簡単に説明します。2つございます。1つ、1分、ご発言は1分以内にまとめていただいて質問まで行ってください。2つ目、質問が3つあります。これはちょっと勘弁いただきたいです。複数の質問をしていただきましたら、それに対して丁寧にこちらも答弁をしてまいります。時間が長くなりすぎて次の方になかなかマイクが渡らない。なのでお一人様1回、1問という設定にさせていただきたいと思います。でまだまだ聞きたいことがあるんだった方はまた改めて手を挙げていただくという形で回せていけたらなというふうに思うんです。でね、必ずしも政治に関係する話題だけじゃなくていいです。以前はですね、マイクを渡したらラップを始めた若者もいました。決してうまいとは言えませんでしたけれども、最後まで聞きました。1分は。他にもですね、他の地域ではいきなり君が代を歌い出したおじさんもいました。1分間歌っていただきました。最後まで丁寧に聞きました。はい、あなたの表現の自由として1分間マイクを回すと、それぐらい大きな括りだと思って考えていただければ幸いです。政治のこと知ってる知らない、そんなこと全く関係ない。あなたが思うこと、頭に浮かんだこと、表現したいこと、マイクを握って1分間ご自由にどうぞ。NG ワードはございません。どんなことだって結構です。というわけで始めてまいりたいと思います。令和新選組代表山本太郎に直接ご質問いただける方いらっしゃいますか。どうでしょう、どうでしょうか。もう必死すぎて必死すぎ、あ、ちょ、前来なくていいです。マイクが行くんで前に来なくていいです。マイクが行くから、はい、手を挙げておいてください。はい、そちらの方行きましょうね。はじめまして。3月31日に、幹事長にも話をしたものです。私が聞きたいのはこの汚い政治と汚い金について、日本の国家予算に一般会計予算と特別会計予算がありますが、私たちが目にすることは一般会計予算のほんの一部だけです。でもそれも一般会計予算は特別会計予算だと思ってます。特別会計予算には国民年金や健康保険、ガソリン、自動車、これらのことが全て含まれています。塩川正十郎さんはそう言ってました。母屋でお粥をすすっているのに離れですき焼きを食べていると、本当の本質はそこにあるんじゃないですかの。一般ね、独立行政法人が莫大なお金を使っている。でもね、太郎さんには今死んでほしくないから、これを今国会で追及してほしいとは言わない。なぜならば石井幸喜さんのように殺されてしまいます。ありがとうございます。のっけから非常に熱いエネルギーでついてこれないって人たちあまたっていう状態が生まれたと思います。ありがとうございます。非常に政治に関心のある方からのご意見でした。まあ会計の中には一般会計、そして特別会計ってものがあって、特別会計にはかなりの裏があるんじゃないかというご意見なんですね。でもちろんそこにはですね、さまざま紐づいたものという流れもあるだろうと言われています。である意味でそれが官僚たちにとってはおいしい財布になってんじゃないかっていうご指摘だと思うんですよ。でね、今この国において皆さんに対してしっかりとお金を流し込むという財源がないならば、今すぐにでもそこは切り込まなきゃダメな部分だと思います。でもそうはなってないんです。特別会計に関して今すぐメスを入れなくても財源としては出せるものはいっぱいあるってことです。それを考えるんだったら優先順位で今官僚との大きな対決を特別会計というところで作り出してということをやっていくことが、ある意味で国民救済の、
なんだろうな、近道になるかって言ったら私はならないと思ってます。ならぬものはならぬということの検証はなされる必要があるけれども、それぐらい大きなものにメスを入れるということをするんだったら、やっぱり一定の権力を手に入れる必要があるんです。だって民主党政権だって自分たちの身内が殺された後に、その特別会計に対して、その闇に対してしっかりと解明しましたか？してないですよね。それぐらい大きな闇があるというものならば、当然これを解決していくという意思は示しておく必要があると思います。もちろん私たちにもそれはある。中身がどういうことなのか国民の皆さんに知っていただけるような状況は必ず将来的にそれはやっていかなければならないけれども、それを今一丁目一番地として取り組むということは必要かといったら、私は後でいいと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。私たち令和新選組一丁目一番地、一番やりたいことは何ですかって考えたら、経済政策なんですよ。30年の不況、そこにコロナで物価高、国民生活が地盤沈下して底が抜けた状態を放置し続けている今の与野党、許せないんです。このままじゃ変わらないなってことで一人で旗揚げしたんですよ。国会の中はまるで茶番、ぬるま湯、まるで国会議員たちの次の当選を果たすためのそんな場になっちゃってるってことですよ。そんなことでは今の状況変えられないでしょ。それを考えたときに、やっぱり今一番必要なことはみんなの負担を減らしてお金を全国津々浦々に回す、この国に生きる人々が人間の尊厳を守れる生活を担保することがまず重要なんですよ。将来に不安しかないっていうような国の状況をまず変えることが重要だと思ってます。その先々取り組んでいく中で権力を奪取した場合に、そういった、特別会計、それが一般的に言われるような闇があるのかないのかという部分も含めた上で、これは明らかにしていく必要があるだろうとは思っております。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからのご質問に山本がお答えをするということの、取り組みをここ宇都宮駅前でやらせていただいておりますけれども、ここでですね、今、官僚の裏の財布になってるんじゃないかという特別会計のご意見をいただきましたので、元官僚だった人が私たち令和新選組に入ってくれたんですね。ちょっと紹介させてもらっていいですか。令和新選組の幹事長をやっております高井隆史と申します。はい、どうも皆さんこんにちは、幹事長をしております高井と申します。総務省で13年働いてきましたので、特別会計の闇をしっかり見てきました。これはもう絶対に改革やります。まあ、でも今ね、山本代表が申しました通り、まず優先順位、これはね、さっきご説明したやっぱ消費税廃止ですよ。これを何としてもやり遂げなきゃいけない。だけど今の、ね、自民党はもちろんですけど他の野党もね、腰が引けちゃってるんですよね。なんか枝野さん、立憲民主党のね、元代表、まあ、ここ宇都宮の出身なんですよね、実はね。まあ、宇都宮が悪いわけじゃないんですけど、枝野さんがね、なんか消費税なんか避けたらね、日本経済とんでもないことになるなんてことを昨日さいたま市で言ったらしいんですよ。もう私は本当にがっかりしました。私民主党にいたんですよ。であの時ね、消費税増税する時私いたんです。でね、当時民主党はね、大激論3日間徹夜してほぼ意見真っ二つでした。だけど執行部は無理やり押し切って消費税増税やっちゃったんですよ。だけど結果今間違ってたことは明らかなんですよ。だから多くの今の立憲民主党の議員たちだって消費税廃止は正しいと、消費税増税は間違ってたってみんな思ってんだけど、肝心要の執行部の上の方の人がね、消費税増税した時の責任者なもんだから野田さんとか、ま、岡田さんとかね、そういう人たちが消費税減税に舵切ってくれないんですよ。だったらやっぱり我々令和新選組が次の衆議院選挙、もうすぐあるか、もう7月にもあると言われてます。この衆議院選挙で何としても令和新選組が議席を増やす必要があるんです。そのためにはぜひですね、この栃木でも令和の票を広げていただきたい。残念ながらね、候補者まだ立てれてません。でもね、皆さん候補者がいないから選挙できないとかじゃないんですよ。
比例表っていうのがありますから、投票用紙の2枚目に令和って書いていただくことによって令和の議席が増えるんです。だからぜひですね、この栃木でも宇都宮でも活動をお願いします。そして最後にもう一つだけお願いをすると、実はこの北関東というエリアで埼玉の13区という選挙区があります。久喜市って分かりますか？宇都宮線乗る人は久喜駅って通ったことあると思います。この宇都宮から50分です。小山からなら30分です。そこを中心とした埼玉13区というエリアには我々令和が候補者を立てます。そしてここは今自民党の裏金議員2950万円ももらった、自民党で5番目に裏金をもらった議員三林という人が立候補してるだけ、野党誰も出てないんですよ。だから令和が出しますから、ぜひ久喜市に、皆さん久喜市に手伝いに来てください。そして必ずこの令和の議席を増やしてまいりましょう。すいません、なんか選挙のお願いになっちゃいましたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございます。令和新選組の幹事長高井隆、13年に及んで官僚組織にいた人間が、このままじゃ日本はやばいということで政治家を志した。しかしその志した先が民主党、その民主党においてさまざまな有権者の裏切りを見てきた。これじゃあ日本はダメになるということで、よりによって令和新選組というところに目をつけてくれた。お目が高い、すいません自分で言っちゃいました。ありがとうございます。令和新選組と申します。皆さんの中で自分も選挙に出たいな、一緒に世の中変えたいなって人がいたらですね、ぜひ、私たちと力を合わせていただきたいと思います。令和新選組では衆院選挙、衆議院選挙、こちらにおける候補者を募集しております。それだけじゃございません。あなたの町から隣の町から地方自治体の議員も募集しております。もし、少し興味があるみたいな方がいらっしゃいましたら、相談窓口、相談窓口と書かれたあちらのデスクの近くですね、あちらのデスクの近くの相談窓口と書かれたプラカードの方のものにお声掛けをいただければと思います。もう心ある人が一人でも増えないことには社会は変えていきようがないんですね。あなたの出番じゃないですか。ぜひ少しでも興味がある方は、世間話をするつもりでもお声掛けをいただければと思います。さあ改めまして、令和新選組代表山本太郎と申します。あなたの頭の中にある政治に対する不信感、疑問、苦言、提言、何でも結構です。この後皆さんにマイクを回していきます。さあというわけで、令和新選組代表山本太郎に直接ご質問いただける方いらっしゃいますか？どうでしょうか？ あちらのカエルの方、カエルの方大丈夫ですか？喋れますか？下校下校ではちょっと訳せませんのでお願いします。はじめまして、宇都宮市でボランティアをやってる、そのボランティア団体のものなんですけど、隣でやらせていただいてます。先ほど寄付金とおっしゃっていただいたんですけど、ちょっと訂正させていただきたくて、はい、失礼いたしました。いえ、とんでもないです。これは支援募金となります。支援募金、これまたごめんなさい、私勉強不足で、とんでもないです。これはまた種類が違うものなんですね。はい、これ多分きっと山本さんは詳しく分かってるかと思うんですけれど、なぜ支援募金かというと、物資が届かない場所に届けるためのお金になっております。で、本日朝6時に珠洲市から戻ってまいりました。多分ここにいる7割以上の方は珠洲市の現状を知らないと思います。5月22日の答弁の内容をもう一度ここでおっしゃっていただけたらと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日の朝に珠洲からお戻りになった、ありがとうございます。本当にみんなのために力を貸してくださいまして、もう一度お願いします。今やってる活動は支援募金となります。支援募金、はい、このお金は、物資の届かない方々のところに食べ物、まあ、トイレットペーパーや生活必需品、それすらもままなっておりません。当然洋服もです。これからの夏になるのに、夏の洋服は皆さんありません。靴もありません。木の幹のままです。昨日、半壊の現地のお宅の家に泊まりました。電気もない、ガスもない、水もない、とっても寒かったです。この状況皆さんも分かっていただきたいなと思います。明日は我が身です。おっしゃる通りです。ありがとうございました。
実際に被災地、そこにですね足を伸ばして、そしてさまざまな支援をしてくださっているという方がマイクを握ってくださいました。ありがとうございます。で、元日1月1日に発災したのが能登半島地震であります。で、この能登半島地震に対する国の、予算というものは今年の予算の中には入ってないんですよ。今年の予算の中には入ってないんです。どうしてかというと予算が出来上がった後に起こった地震だからなんです。じゃあ能登半島地震に関して一体どうやって予算つけるんですかっつったら予備費でやるっていうんですね。予備費っていうのは何かっつったら中身は決まってない、金額だけ決まってる、緊急の時に出せるお金だよっていうことなんですけれど、この曖昧なお金の出し方のせいで本当に必要な支援をちゃんとした名目に分けて届けられていないであろうというふうに見ています。あまりにも遅いんですよ、やることが。どれぐらい話が遅いかってことをお話ししますね。令和新選組代表山本太郎と申します。今お話がありました珠洲市、珠洲市というのは能登半島の一番の先端です。この先端、ここで炊き出し、自衛隊の炊き出しが初めて行われたのが1月の5日なんですよ。元日に発災、そこから4日間は食べ物の供給がなかったんです。これってものすごく大変なことなんですね。で、そんなものを備蓄しとくべきだろうって方もいらっしゃるんですけど、待ってください。年末年始で普段の住民以上の人たちが里帰りをして普段の 2.5 倍ぐらいの人口になっちゃってる状態なんですよ。それで食べ物足りるわけないでしょ。それを分かったらすぐにでも食べ物をどんどん投入していかなきゃダメなんです。で、例えばですけれども、この珠洲市において1食あたり、皆さん3食食べますね、基本的には。1食あたり珠洲市ではどれぐらいの食料が必要になるかってことがこちらです。はい、上見てください。2月の末時点で珠洲市では1食あたり2500食が必要でした。1日では7500食なんですね。基本は2500食を下回ったらダメなんですよ、準備するものとして。で、初めて炊き出しが行われたのは1月5日ですけれども、その時に自衛隊の炊き出しで作れた食料がこちらです。はい、100食1月6日でした、ごめんなさい。発災から5日経ってやっと自衛隊が炊き出し始めたんだけど100食しか準備できてなかった。つまりは何かっつったら食料も準備していかなかったってことですよ。本当は被災した自治体が食べ物を準備しなきゃダメなんだけど、そんなことできるわけないじゃないですか。だから国が先回りして食料も大量に投下しなきゃダメなんです。でもそれさえも行ってこなかった。で、現場で自衛隊員たちが機転を利かせて持ってきた食料とかかき集めてきて100食作ってくれたんです。でも圧倒的に足りてない。もう一回戻りますね。1日で2500食必要だ、そして1食あたり、そして1日で7500食必要だと言われた2月の末時点での自衛隊の炊き出し、どれぐらい作られたか見せてください。違う、1640、ありがとう。こちらです。1月6日は100食しか作れなかった。これはもう究極は仕方がないということにするしかないかもしれないけれども、その後発災から2ヶ月近く経った後にも自衛隊が作ってるのは1日1640食しか作ってないんです。1日何食必要でした？7500ですよ。圧倒的に足りてないでしょ。何やってんだよって国に対して直接言ったんです。自衛隊の炊き出しの供給能力、作る力、これをもっと増やしてくれって。20万人以上自衛官いるのにどうして食べ物をもっと増強して食べ物の不安がないような状況にしてくれないんだって。上下水道が通ってない、そんなところで今やもう5ヶ月近く生活されてる方々ですよ。でね、私が国会で質問した時にその増強してくれ、自衛隊を増やして食べ物を大量に作れるようにしてくれってお願いをした、その1週間2週間後に自衛隊撤収するんです。ひどくないですか。自衛隊が悪いんじゃないんですよ。その指示を自衛隊に与えている国のトップが間抜けなんですよ。でね、この先どうなるかってことなんですけど、自衛隊からの炊き出しがなくなった後の間を埋めていくのは民間になるんです。被災地の有志だったりとか自治体の職員だったりとかで、なんとかお弁当を作りますってことが可能になった。何食作りましたか？
2600食、3月の27日から5月の14日まで2600食のお弁当を作って、1日1回だけでもお弁当が手に渡るってことになったんです。で、このお弁当を手にできる人たちは別に被害がむちゃくちゃひどいっていう人じゃなくてももらえるものになったんですよ。ところが5月の15日以降は2600のお弁当を500食に減らしたんです。理由は何ですか？2600お弁当作ってたのに、水道もまだ復旧してないのに、500食にお弁当を減らしちゃったら一体どうなんのって、理由は何なんだって聞いたらこちらです。食事の提供を減らす理由として内閣府が私たちに説明をしたのは、1、夏を前に食中毒リスクを低減するため。ちょっと待って、夏の災害なんて毎年起こってるよ。豪雨災害違いますか？台風災害。その度に自衛隊は真夏の中でも炊き出しするし、自衛隊がいなくなってもお弁当の供給は止まりませんよ。夏場でも当たり前にやってる。夏場だからお弁当売らないなんて、そんなことあります？コンビニでお弁当をやめますとか、どこかでお弁当を売るのやめますとかありますか？ないでしょ。できるのにやらないってどういうことなんだ。2つ目、仮設住宅が完成していっているから避難者数が減ってる、そう言ってるんです。何を言ってるんですかって。避難所から出ていく理由は仮設住宅ができたから出ていくっていうだけじゃないんですよ。仮設住宅でなんか避難所の体育館での生活があまりにもしんどすぎて数ヶ月に及ぶから、もう家が倒壊しかけかもしれないけれども戻りたいっつって戻ってる人たちもいっぱいいるんです。じゃあ上下水が通ってない家でご飯作るってどうやって作るんですか？少なくとも国がちゃんと食事を提供するべき。少なくとも上下水道がちゃんと復旧するまでは当たり前のことじゃないですか。そして市内店舗の復活、地域経済の振興のため、お弁当を配ってたらさ、地元の商店とかがこれ上がったりになっちゃうんだわっていう話をしてるんですけど、何言ってんですか。ほとんどの店復活できてませんよ。商売できてませんって。だって水道通ってないんだから。もちろん大型のスーパーとかは市内で3店舗ぐらいは空いてる。でもちょっと待ってほしいんですよ。日本海側から買い物に行こうと思っても40分かかりますよ。足がない人どうすんの？車がない人どうすんの？体調悪い人どうすんの？やってることむちゃくちゃです。でも大丈夫です。生活が困窮してるっていうんだったら申請してください、2週間ごとに。そしたらお弁当は渡すことができますっていうことになってんだけど、ルールがあるんですよ。何かって言ったら、市内の中心部までお弁当を取りに行かなきゃダメなんです。3時半から5時半までの間に。その時間帯に動ける人どれぐらいいる？それだけじゃなくて、先ほど言った日本海側からわざわざ市内にお弁当をその時間に取りに行くなんて、移動が難しい人たちもいるじゃないですか。そんなもの全部切り捨てんのかって。これが食料の問題ですよ。今ある、今起きてる。それだけじゃない、水も足らないってことが1ヶ月前にあった。珠洲市で飲料水が足りなくて、県に言っても金沢市に言っても断られて、どうしたらいいかって途方に暮れてたって。これも国会で言ったんですよ。国会で言ったらテレビで流れたから、いろんなボランティアの人たちが全国から水を送ってくれて、ちょっと水は安定してますみたいな。やってることむちゃくちゃなんです。完全に切り捨て。この状況は能登半島だけじゃないんですよ。この先起こる災害であなたにも降りかかる問題なんですよ。それを考えたとしたら、今の能登半島を何とかするべきだという声を、これ全国から上げていく必要があるんですね。国がやらない部分、本来はやらなければいけないけれどもやらない部分を民間の皆さんがいろいろ動いてくださってやってることには大感謝なんですけれども、この先南海トラフ、首都圏直下来たらどうなる？おそらく放置プレイ、餓死者出ますよ。救出にも来ない、範囲が広すぎるから諦める、そんなことがスタンダードになっちゃうんですね。今能登半島を甘やかしたら、その先に起こる災害でもみんながそれを要求してきたらどうするんだっていう感覚でやってる。いい加減にしろなんですよ。能登半島って、この奥能登って日本の全面積のうちの何パーセントですか？ 0.45% ですよ。日本の国土の 0.45% の地域にさえもちゃんと手当てができないような無能たちがそれだけ大きな災害に対応できると思う？
中国が近隣諸国がとか言ってるけど、声高に生きてるけど、日本国土の 0.45% も守れないようなやつらが日本全国守れるはずないんですよ。それを考えたとしたら、やはりこれは自分自身のことだと多くの方々に考えていただいて、そして国にやるべきだと、優先順位はこれだろうということをぜひ皆さんの中にも考えていただけるようなことができればなというふうに思ってます。ちなみに 0.45% はこの能登半島奥能登の地域ですけれども、南海トラフだとどれぐらいの、首都圏直下で 7%、 全国土の 7%、 南海トラフで全国土の 31% 程度が被害地域になる可能性がある。もう一回 0.5 に戻して 0.45、 能登半島 0.45 ですよ。ここに本気にならない者たちに政治なんて任せられません。皆さんそう思いませんか？一緒に考えてほしい、そしてできれば一緒に声を上げていきたい、そのように思います。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。総理大臣は増税メガネとか、なんであんなやつが 総理大臣になれるんだとか学校で言われてるんですけど、岸田総理はこれまでどんな悪いことをしたんですか？どんな悪いことをしたか、岸田さんがどんな悪いことをしたかですか？なかなか難しい話ですけれども、さすが、今おいくつですか？5年生です。小学校5年生、ありがとうございます。学校の中では増税メガネというキーワードも皆さんご存知なんですね。増税クソメガネ、あ、違う、メガネは言われてないです。 なんですか？クソメガネは言われてない。クソメガネは言われてない、すいません、お詫びして訂正申し上げます。なんて言われてるんですか？普通に増税メガネって言われてます。増税メガネって言われている、ありがとうございます。まあもう小学校の中でもですね、岸田さんは増税メガネと大人気ということでございますね。というわけでですね、岸田さんが一体どのようなことをやってきたのかということについてのお話を少しさせていただきたいと思います。例えば今のその前に能登半島の、先ほどお話しした能登半島の話ですね。能登半島の地震に対して一体自分はどういうことをやっていくかってことを言ってきたかってことをちょっとチェックしてみたいと思います。先ほど言った通り、能登半島地震に関して事実上国はもう終わったことにしたいようです。一方でこの地震が起こった時には様々なリップサービスをしています。ご覧いただきます、こちらです。地域のコミュニティが守れるんだろうかという不安に応えなければならない、ね、リーダーシップを発揮しようというような、意気込みが感じられます。他にどんなこと言ってますか？被災者に寄り添い、できることは何でもする、だったら弁当ぐらい届けろやと思いません、皆さん、ね、他にも被災者の皆様が一日も早く元の生活を取り戻せるよう先頭に立つって、先頭見えませんよ、遠くにいすぎてまた出発してなかったっていうね、びっくりしますわ。他にもできることは全てやる、やらなければならないことは必ずやる、被災地の再生に向けてこういうことも言ってるんですけど、全然力入ってませんよ、どういうことなんだよってことですね。じゃあこの岸田さん、事実上口では言うけど動きはしないっていうことが多々ございますけれども、これは総裁選、自民党のトップを決める総理大臣になる前に行われた総裁選の中でも様々見受けられました。じゃあ過去の岸田発言を遡ってみたいと思います。令和新選組代表山本太郎です。さあこちらご覧いただいているのは総理大臣になってからですね、ごめんなさい、こちら2021年10月所信表明演説、つまりは国会の中で私はこれからこんなことをやっていきますよという宣言をするんですけど、何と言ったか、分配なくして次の成長なし、これ正しいんです、言ってること。何かって、成長させますよって言ってるだけじゃダメなんだって。だって30年日本は不景気なんだから、そこにコロナに物価高だろ、だからまずはみんなに分配、軍資金を渡して、そのお金でいろんなものを買ってもらい、全国津々浦々にお金を回して景気を上げていくという意味合いがあるんです。分配なくして次の成長なし、成長するためには皆さんにまず軍資金ってことを言ってたんですね。ところがってことです。その1年後、
この2021年の発言から1年後には1年後の同じ場面、俺たちはこういうことをやっていくと国会の中で宣言する場面で、なんと分配、皆さんに軍資金を渡す、つまりは減税であったりとか給付金であったりとか社会保険料の減免であったりってことは一切含まれていない、分配という言葉自体が消えてしまうということなんですね。要は何かって言ったら、最初は調子のいいことを言う、でも後々になってくると話はなかったことになっていくっていうことなんです。はい、他にもございます。金融所得課税宣言、これはですね、総裁選に出た時に岸田さんが言った言葉なんですね。つまり何かっていうと、株を買ってる人たちの中でかなりこれ税金が低く設定されてるんですよ、ここからの収益というものはですね。だから例えばですけど、10億とか100億とか儲けてる人たちから、株で儲けてる人たちからもうちょっと負担いただこうよってことをやっていこうっていう意味合いなんですよ。本当は金融所得課税、こういうことをやってって格差を是正しよう、日本には金が取れる場所があるんだよ、金持ちが放置されてるからねっていう意味合いなんですけれども、なんと1ヶ月後には当面は金融所得課税は強化しない、軌道修正でございます。早いな、多分ね、飼い主たちからね、お前言い過ぎやぞって言われたんでしょうね。票をくれたり金をくれる人たちから、お前なそんなこと言うたら俺らの利益減るやないかって多分クレームが入ったんですね。だから1ヶ月後にはですね、方向転換を余儀なくされたということだと思います。他にもありますよ。はい、総裁選の時には子ども関連予算倍増、思い切って倍増していかなければならないってことをおっしゃっていました。ところがその後、異次元の少子化対策と言われるものの、異次元という言葉言いまくってたのに言わなくなったんですね。はい、従来と次元の異なる少子化対策、どん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 縮小していくんです。最初は大きな花火を上げて、最終的には小さな線香花火みたいな話になっちゃうと。ちなみになんですけれども、子ども子育てに対する予算、少子化問題を解決するためにはいくらぐらいお金が必要になりますかということに対して、衆議院で参考人に来た専門家の先生は、8兆円のお金を投入するということが必要、教育だったりさまざまな分野に対して底上げをし、少子化を是正していくためには8兆円のお金が必要ということだったんですね。はい、だからそれぐらいのお金が必要だから子ども関連予算倍増みたいなこともこの方言ってたんですけど、結果ついた予算どれぐらいって、3兆円とちょっと、8兆円は最低限必要って言われてたものも3兆円程度にとまどる、ね、3兆円程度にとどまるというようなお話でございます。まだあんのかいな、まだあるんですよ。はい、すいませんね。総裁選の出馬会見で所得倍増計画、こういうものをぶち上げたんですよ。つまりみんなの所得を倍にしていくぞって、そりゃ心躍りますよね。自分今給料そんなに多くない、それが倍になるの先々と思ったら皆さん心ときめくはず。でこれはどうなったんですか、所得倍増計画はってことなんですけど、なんとですね、所得倍増が言葉が置き換わって資産所得倍増に変わったんです。純粋な所得倍増からそこに一言加わって資産所得倍増になったんですね。どういうことですかってことなんですけれども、これはみんななんか生活不安なんか給料少ないんかだったら自分で株とか買って投資したらどうや、そういう話なんですよ。なんだそれって、30年不況が続いている中で全体の給料が上がるような政策を打っていかなきゃいけないのに、あんたが給料上げたいんだったら、所得増やしたいんだったら自分で投資とかやりゃいいやんか、株でも買えばって、おかしな話でしょ。そんなもの政治が言っちゃダメなんですよ、総理大臣が言うことじゃない。博打やれやって、リスクがある商品買えよ、それで何とかしたらどうだなんておかしいじゃないですか。まず所得を倍増するというならば、景気が悪い状態を変えていく必要がある、つまりは景気を良くする必要があるんですよ。景気が良くならない限りは賃金なんて上がらないんだから、賃金上げるためにはまず景気を上げること、景気を上げるために必要なことは何、あなたの使えるお金を増やすこと、あなたの使えるお金が増えればみんな必要なものを買ってそのお金が社会に回っていくってことですよ。じゃあどうやってあなたの使えるお金を増やすの、減税じゃないですか、社会保険料の減免じゃないですか、
悪い物価高が収まるまでの給付金じゃないですか。景気が悪い時にはこのような形でみんなの使えるお金を増やす政策は世界で当たり前に行われてるんですよ。日本は薄すぎる、事実上の放置プレーを続けすぎてる。こんな自国民に対して経済制裁を加えるっていうような政府は倒すしかないんですよ。こんな悪党いませんよ。岸田さんの悪いところどんなところですかっていうことで、以前言ってたことと全く違う方向に進んでいってしまっているっていうことがたくさんあるねって。口ではうまいことを言うんだけれども、やってることは全然違うじゃないか。これ一般的には詐欺師って言います。すいません、そういうことでした。ありがとうございます。